皆さんこんにちは。マイクロソフトプロダクトアドバイザーの高柳です。今日ご紹介するのはこちら、 Surface Laptop Go です。この動画では Surface Laptop Go がどんな PC でどんな使い方ができるのかを簡単にご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。Surface Laptop Go はコンパクトなのに趣味や仕事などいろいろな場面で活躍する PC なんです。まず皆さんに見ていただきたいのは本体の色です。サンドストーン、アイスブルー、プラチナという3色展開なんですが、その中でも私が気に入っているこのサンドストーンからご紹介していきます。メタリックなピンク色という感じなんですが、ピンクは強すぎない色ですね。アクセサリーにあるピンクゴールドをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。室内で見るとピンク色がはっきり出るんですが、屋外で見るとメタルの色が出てきてシックな印象になります。この質感も好きで、メタルっぽい光沢がしっかりあるんですけれども、表面がマット仕上げになっていてビジネスすぎないデザインになってるんです。普段のお気に入りのアイテムと合わせても違和感なく馴染むのがとっても嬉しいポイントです。こういう強い色のアイテムが好きな方でも色同士が喧嘩しないので合わせやすいと思います。アイスブルーはシルバーにブルーを混ぜたような色で、シルバーは強めなんですが、このさりげないブルーがいいワンポイントになりそうです。定番のプラチナは言うまでもなく、どんなスタイルにも合わせやすいカラーです。イヤリングとかネックレスを合わせるみたいに色を選んでも使いやすい色が選べそうですね。そしてこの可愛いマウス、サーフェスモバイルマウスって言うんですけど、サーフェスラップトップ GO と同じ3つのカラーバリエーションがあります。可愛いだけじゃなく、とっても使いやすくて、私みたいに手が小さい人でもこの丸みがフィットして疲れづらいところがポイントです。大きさもちょうどいいサイズで、カフェで作業する人にもぴったりだし、カバンにさっと入れて持ち運びも楽々なんです。あとタッチ操作もできちゃうので、例えば化粧してる時って両手が塞がってることがほとんどじゃないですか。そんな時は空いてる小指とかでこうポチッと動画を再生したりできちゃうんです。使い慣れてるスマホの感覚で操作できるのが本当ありがたいところです。性能も良くて、ウェブやオフィスアプリは快適に使えるのはもちろん、イラストを描いたり簡単な動画の編集もできちゃいます。そして普段スマホで動画を見てるよって方は、ぜひ一回 Surface Laptop Go で映画を見てみてください。音が本当に綺麗で大迫力で映画を楽しめます。オンラインの授業や会議に使いたい方にも最適です。インカメは映りが良くて、ここに2つのマイクがついているので自分の声をしっかり拾ってくれます。皆さんいかがでしたか？どんなスタイルにも合わせやすく、やりたいことがしっかりできる Surface Laptop Go をぜひご検討ください。